アメリカ・アラスカ州。雪が積もっている中、バスに乗り込んできたのは一匹のワンちゃん。座席の方に行ったらダメだよと思ったら、中にいたのも全部ワンちゃん。乗ってきた子もお行儀よく決められた席に着きます。続いて向かった先でも、まるで人がバス停で待っているかのようです。次々と乗車してくるワンちゃんたち。実はこれ、犬を散歩に連れて行くサービスをしている会社の送迎バスなんです。山道や湖など大自然の中を思いっきり楽しむことができます。サービスの利用者が増えたため、一度に送迎ができるように専用のバスを用意したということです。